岡谷市の金山神社のところに岡谷の巻というのが建っています。平安時代に制定された儀式、土管木として、二巻、小国巻、金と巻三つがあって、そのうちの本巻は直進巻との横山巻はこちらの信濃十六巻の一つで、朝廷の、馬を飼育していたと。でこちらの公園内にある神社は、白山比高、白山姫の御事で、馬の神は玉木の神の守護神ということですね。という施設だと思います。こちらで馬をということですね。そうでしょうね。